朝鮮民主主義人民共和国の政治家。朝鮮労働党中央委員会委員、内閣副総理、建設建材工業省などを歴任。1956年に南浦特別市で生まれた。2003年8月に建設建材工業省、科学技術局長を経て、2005年には副総に就任した。同年4月に建設建材工業省に就任し、 2017年に退任するまで12年間務めた。同年4月朝鮮マラソン協会委員長にもついた。2009年には最高人民会議第12期大議員に選出された。2010年9月には朝鮮労働党中央委員会委員候補に選出され、2016年5月9日に開催された朝鮮労働党第7次大会で、 朝鮮労働党中央委員会委員に再選された。2017年5月には最高人民会議、常任委員会によって内閣副総理に任命された。2019年10月に行われた三地園旋回通式展に金正恩党委員長と共に参加し、同年12月に軍から市に昇格した三地園市の再開発事業の竣工式に参加した。 北、百平二十八、百六、ノーカットニュース2016年5月10日、北朝鮮、新たな内閣副総理を任命デイリーへの計2017年5月15日、北朝鮮で、エサンサン三エ園鉄道が開通デイリーへの計2019年10月16日、キム・ジョンウン氏、三地園再開発の竣工式に参加デイリーへの計2019年12月3日。ありがとうございます。